降伏しかありません。80万の水軍になど勝てるわけがない。いや、80万はおそらく脅し、実勢はその半分にも満たないでしょうな。だとしても孫悟を飲み込むには十分な大軍よ。さらには曹操は帝をいただいておるのだ。曹操に抗えば官室に弓引く逆賊となるのだぞ。殿、高等六軍の民を思われよ。ここはどうか降伏をお入れください。長将殿、曹操は帝をいただけど帝ではない。奴はかつての董卓と同じ関心の類と言えましょう。ならばこれに下り屈するなどできませんぞ。それこそ孫悟の皆が泣きましょう。我が孫悟の意見は大体こういったところだ。諸葛亮殿はどのように考える？今この状況、道は一つしかありません。我が主劉玄徳と結び、共に曹操を討つのです。ふざけたことを申すでない。千にも満たぬ将兵しか持たぬ汝らに何ができる？今兵の高を語ることに意味はありません。劉備殿の人徳、そしてこの私の智謀、これに孫悟の知恵を合わせ曹操の軍を退けます。何時の智謀だと？どこまでもバカにするか。もうよい。結論も出ぬようだし、ここは一度休憩しよう。周囲の到着を待って議論を再開するぞ。では解散とする。俺は武人、ただ主命に従い戦うまでだ。孫権殿は降伏などなさらぬだろうからな。孫悟は必ず守り抜いてみせる。そうであろう、孫策殿。殿、何が正しい選択か私には分からなくなった。降伏は望まぬ。だが開戦して敗れれば惨禍は免れない。民のことを思えば降伏が正しいのやもしれぬ。皆曹操に怯えているのです。自分と家族、孫悟の行く末を思うあまりに。ですがお考えください。降伏した場合のその先のこと、俺たち将兵は曹操に召し抱えられるかもしれません。ですが殿、御身はどうなりましょう？よくて辺境に報じられ、一生を虚しく終えることになるのです。私を案じてくれるか。ありがとう、ロシク。だが私のことはいい。今は皆にとって、孫悟にとっての最善を考える時だ。父上、兄上、お二人ならどう進んだろうな。お悩みのようですね、孫権様。姉上。すみません、お話を聞いてしまいました。以前孫策様は孫権様に言っていましたよね。うちのことは長相様に、外のことは周瑜様に尋ねろと。すべてを一人で背負うのはきっと辛いです。でも皆さんと一緒ならきっと。周瑜様が何か答えを探しているようです。今はそれを信じて待ってみませんか。姉上、おっしゃる通りです。一人で抱え悩むことはないのですね。頼みとする皆がどのような考えを示すか、私はその言に耳を傾けることにしましょう。
周遊よ、どうするつもりだ。我が輩は孫悟の武人、降伏など決してせぬぞ。ええ、私も同じです。降伏の道は元よりないと考えています。しかしこちらは劉備の軍を合わせても5万、これでは曹操に勝てない。いかなる策を用いても勝てないのです。周遊。周遊殿ともあろうお方が随分と弱気ですね。お前は諸葛亮、私に何か用か。用というほどのことは、ただ少しお話をと思い参りました。あなたはこの逆境にあって一心で孫悟を背負おうとなさっている。何があなたにそうまでさせるのですか。ならばと、お前こそ何故劉備殿に仕えている。一片の領土すら持たず逃げ惑うだけの男、それを主と仰ぐ存念は何だ。それは、なるほど、それが周遊殿の答えですか。ああ、私は孫権殿に王たる器を見た。お前が劉備殿にそれを見たようにな。そしてその器には亡き友との夢も満ちているのだ。わかりました。では今語るべきはいかにして曹操に勝つかです。聞いていただろう、曹操に勝つ策などはない。周遊殿のことです。すでにいくつか策をお考えではありませんか。例えば家計など。恐ろしい男だな諸葛亮、さすが画僚と称されるだけはある。確かに家計がなれば活路はあるだろう。水軍を焼き払えば曹操は長江を越えられまい。だがこの時期は風が悪い。火をかけても燃え広がることは期待できぬ。そうですか。ですがお気づきですか、周遊殿、今年の冬は随分と暖かい。こんな冬には長江の風も変わると聞きます。曹操が布陣する雨林に向けて吹く東南の風へと。何？それは本当か？天の時、地の理、人の和、今ここにその全てが揃いつつあります。周遊殿、今こそ我らと結び曹操と戦う時なのです。周遊よ、この話まことなれば勝機はあるか。ええ、風を頼みとする不確かな策ですが、そこに活路が開けるのならあの曹操にも勝てる。周遊、よく来てくれた。今降伏か決戦かで意見が割れている。お前の考えを聞かせてもらいたい。恐れながら申し上げます。曹操軍は大軍なれど、その一部は袁紹軍の残党と慶州軍です。統率と士気に不安があるでしょう。つまりは数だけの軍です。大軍と呼ぶほどの実を伴っていません。加えて曹操の軍は水上戦に慣れておりません。これは水上の戦に慣れた我らを優位にします。さらにこの冬の長江を下ってきたのです。
曹操軍の兵には必ず病に倒れる者が出るでしょう。つまりは曹操軍とて無敵ではありません。付け入る隙は必ずあります。ゆえに周公金神明を賭して殿に進言いたします。曹操と戦うべしと。バカな周瑜よ、血迷うたか。周瑜、曹操に勝てるのだな。はい、諸葛亮の助言を得て曹操に勝つ道を見出しました。無謀だ、戦ってはならぬ。少々殿、これは降伏か決戦かという選択ではないのです。殿と曹操、どちらが天下の王たるべきかという選択なのです。天下を統べる者は曹操にあらず、我ら孫吾の主君孫権殿である。だ周瑜。殿。殿。私の意は決した。我ら孫吾は劉備と結び曹操を討つ。これより先異を唱えることは許さぬ。それはこの孫忠謀への反逆と思え。今こそ決戦の時、皆孫吾の明日のため私に力を貸してくれ。曹操の大軍、相手にとって不足なし。俺の部の全てをかけて奴の野望を砕いてみせる。孫権殿、我らと同盟を結んでくれたこと感謝いたします。礼を言うのはこちらの方だ。大徳劉備殿と盟友となれたこと光栄に思う。そちらは妹君の将校殿でしたな。またお会いでき嬉しく思います。私もよ、劉玄徳様。この戦い一緒に頑張りましょう。しかし恥ずかしながら私どもは小勢です。軍に加わったところで戦力としては微々たるもの。なんとか勝利へ貢献できればよいのですが。劉備殿、この戦皆様の助力なくして勝利はない。どうかよろしく頼みます。では我らはこれで失礼する。策の準備があるのでな。ではまた後ほど。必ずや我らの手で曹操を打ち倒しましょうぞ。曹操との決戦はそこまで迫っている。準備は抜かりないか今一度確認しなくては。敵の船に接近、降伏に説得力を。策の詳細は伝えてある。
郊外殿の死に場所を得たわ。やっ、いや、くだめろ。ここから一歩も引いてはならんぞ。うわ、仲間にひどい真似をしおるわ。もはや孫悟にわしの居場所はないのかの。ああ、おいたわしや郊外との曹操殿なら、そんな真似は決して。曹操軍の長院と彩花はこちらの策に乗ったようです。郊外殿が例の準備を始めました。はっ、よし、いっちょやったぞ。いいね、その調子で頑張んな。このよ、確かに召喚す、こんなに、おお、決戦の準備。決す、うん、見事だ。その調子で奮戦せよ。技法はうまく曹操軍に伝わったようだ。水軍都督の細胞と調印は処罰されるだろう。苦肉の策はなったな。敵は郊外の離反を信じ込んだようだ。よし、今は休み、英気を養うとしよう。来るべき決戦に備えなければな。曹操の船団が南に動き出したようです。ついに来たか。家計はいつ起こすのだ。今火をかけても効果は得られません。しばしの時が必要です。ここで敵の攻撃に屈しては全ての準備が水泡に帰します。家計を仕掛けるその時まで敵の猛攻に耐えなければなりません。わかった、まずは敵の攻撃をしのぐよう全軍に伝えよう。ついに決戦の時は来た。曹操軍を引きつけた後、家計にて焼き払う。火を見て敵を挑発する船を出す。皆、それまでは奮戦し答えよ。細胞様と調印様が処刑されたって話だ。何でも敵に内通していたのがバレたらしい。おいおい、お二人なしで戦うってのか。水上戦を指揮できる方なんて他にいないぞ。はいや、はっ、せいや、大胆な結果。何が悪かった。真偽は違えぬ。
これが俺の流儀だ。俺より目立つな。あ、つい本音がな。よくやってると思うぞ。投降されるのですか。しかし船に積んであるのは油と枯れ草。これはどういうことでしょうな。なるほど、孫悟から奪った資材ですか。郊外殿の憎しみは相当なものですな。確かに、もう郊外殿を疑うのはやめよう。奴の投降は本当のようだな。やれやれ、皆の奮戦を無駄にはせん。曹操軍の船を派手に燃やしてやるわ。見物だ。
美しき花は散り際も心得ているの。倒れるわけには参りませんわ。互えぬ。それが俺の流儀だ。そなたの働き、宇宙随一よ。伝令、宗師様、神器様が配送されました。そりゃまずいな。よし、俺が代わりに敵陣を突破してやる。総統軍を上わおい、さあさあ、悔しかったらこっちに来てみろ。見えすぎた挑発よな。もはや企みを用いれば勝てぬと踏んだか。弱腰になった敵を押し潰し勝負を決する。全軍、奴らの本陣へ向け出撃せよ。彼らが何を企もうともわしは負けぬ。我が覇道の前についえるがよい。盗難の数はまだか。
周遊、これ以上は持ちこたえられぬぞ。かくなる上は風が吹かずとも。いや待て、風向きが変わった。周遊殿、風が本当に、いやついに来たか。殿、全軍に出撃の許可を。よし、孫悟のすべて早々に叩きつけよう。はっ、全軍火警の準備にかかれ。早々軍をこの長江に沈めるのだ。郊外殿、河川での突撃お任せした。心得た。我が一世一代の大勝負、とくとご老中見ておれ。早々孫悟の機嫌がお主の野望を焼き尽くそうぞ。いざ高幸福やらいでか。殿が道を示してくれた。孫悟の将兵たちを奮い立て。今こそ曹操を打ち破る時だ。奴が宗人のもとへ逃げ込む前に討ち取るのだ。曹操が味方と合流する前に討ち果たす。全軍急ぎ追撃を開始せよ。敵陣が炎に包まれたぞ。これだけ燃えれば火計は大成功だ。ほっ、よっ、あれも準備が万全だったおかげだな。邪魔してきた敵の艦長を撃ち取ったらしいぞ。ほっ、どうにか炎から逃れられたぞ。俺たちの船に燃え移らなくて助かった。よっ、もし船を繋いでいたら時間は全滅だっただろう。ここが手薄なのはいけませんね。皆さん、私たちでここを守るのです。潔く引くしかないようですよ。曹操殿、どうかご無事で。
この勢いによって曹操を追いかけるぞ。真偽は違えない。これが俺の流儀だ。その勇士に惚れ込みそうです。すごすぎる。大使シギが討ち取った。
城があるらしいぞ。みんなでそこに逃げないか。本当か。よし逃げよう。今すぐ逃げよう。ここが要か。俺たちはこの地で守りを固めるぞ。伝令、宗神様が殿をお待ちしております。この戦、宗神のもとへ至ればわしの勝ちよ。さもなくはここで果てることになろう。砕けろ、劉備様の
行方が分かったぞ。どうやら曹操に向けて進軍中らしい。そうだ、よかった本当によかった。よし、俺らももう一踏ん張りするぞ。ほっ、はやっ。自分は鉄壁の盾、このも恩義を無事に返すまで倒れはせぬ。テイク、ホッ、ウッ、イヤー、テイヤー、ホッ、ウッ、テイヤー、カヤー。誰一人この先へ行かせはしない。長州、いざ参る。何なんだ、テイク、ヤッ、ホッ、ウッ、イヤー、テイヤー、カッ、ヤッ、ウッ、カヤー。そなたこそ真の三国無双なり。そなたの働き、宇宙随一を。ああ、トミラムヤスタイク、果たせるとは。面目次第もござらぬ。そうそう、我らの追撃を繰り切る。だがこの敗戦で当面は立ち上がれまい。奴らの動ける隙こそ勢力拡大の好機。我ら孫悟は今より天界と飛躍するのです。くっ、この後に及んで打ち損じるとは。上司流生涯の不覚。敵もシャニミにわしの首を狙っておるな。だがここを抜ければもはや勝ったも同然よ。曹操軍は完全に撤退した。この戦、我らの勝利だ。孫権殿、お見事な戦でした。この劉玄徳、孫悟の優先に敬服いたしました。玄徳様もかっこよかったわよね、賢人様。おやめください、将校殿。そのように買いかぶられてはどうにも面早い。だが肝心の曹操には逃げられてしまった。ええ、ですがそれは想定の範囲内です。この戦、曹操軍を退けただけでも上首尾でしょう。確かにその通りだ。そうだな、今はただこの勝利を喜ぶとしよう。はい、孫悟の血を守ることができて本当によかった。殿、お見事でした。この勇姿、大殿や孫作殿にもお見せしたかったな。よし、宴を開くぞ。みんな、今宵は無礼講だ。大いに飲み、喰らい、歌うがいい。お、いいね。うちの連中も呼んで派手に騒ぐとするか。孫権殿、主演はよろしいが、あまり羽目を外されませぬよう。諸葛亮殿、こたびの協力重ねて礼を言う。おかげで曹操から孫悟の地を守ることができた。いいえ、私はただ周遊殿の策を支えたまで。この戦勝は孫悟の知遇があればこそです。押村君は曹操を討てなかったことか。だが
そちらはあまり意に介していないようだ。あの時、想定の範囲内と言っていたか。まるで曹操は死なないと知っていたようだ。ええ、私には曹操が生き延びることは見えていました。それに今曹操に倒れられては困るのです。では私はこれで。曹操が倒れては困るだと。諸葛亮、何を考えている。